2019年度の横浜愛好協会の方針は、州法にもありますように、横浜愛好協会のビジョンの確立という、言葉になっております、標語になっております。そして聖句は使徒行伝の16章の10節なんですね。で、この使徒行伝この全体からこの私たちがこのビジョンを持って、この年、この年だけではなくてこれから進んでいきたいというふうに、この願っているわけでございます。ビジョンという言葉は、このキリスト教会だけではなくて、社会でも使います、企業でも使います。将来の目標、青写真という意味でございます。もちろん同じような意味でありますけれども、でもこの教会で使う場合はこの違っている面があるんですね。何が違うかというと、この神様から与えられるビジョン、神様から与えられるこの青写真ということがこう言えるわけです。神様から与えられるというここの部分ですよね。でその時に、もちろんビジョンというのは非常に具体的なことでございますので、いろいろこの話し合ったりこのします。またこれがいいあれがいいという作業もしながら、横浜教会として将来こういう目標に向かって、そしてみんなこう一つになってですね、一つになってというのは団結してという意味じゃなくてですね、もちろん団結もあるんですけども、なんか人間的な団結よりもそれぞれの賜物が生かされて、そして一つの目標に進んでいくということでございますね。で神様から与えられるという部分はやはりこの聖書によって学んでいく、聖書によって理解していかないと、やっぱり私も含めて人間っていうのはどうしても好き嫌いが絶対あるんですね。好き嫌いもありますし、また自分のやり方ではない、というね、こうやり方もありますよね。どうも自分と違うとなかなか、私たちはそのことがこう受け入れにくいと、少なくとも受け入れにくいということが、これはもうどこでもありますよね。学校でもまた企業でもあると思います。でここでギクシャクするわけでございますが、でもそうだとしてもですね、そうだとしても、自分とはちょっと合わないなとか、ちょっと違うなと仮に思ったとしてもですね、神様から私たちに与えられたっていう、ここがこうしっかりしてるとですね、多少違っても、いや逆にこう自分はちょっと違う考え方があるという、その視点でですね、こうなんですかね、一緒にやっていくということが逆にできるわけですね。ですから神様が与えてくださるビジョンっていうのがやっぱりこう非常に大事だって、このことをちょっと時間をかけて使徒行伝からじっくりとこの1年学びながら、そして横浜教会に与えられたビジョンということで進んでいきたいということの、今日は第1回目のこの使徒行伝の一番最初の箇所になるということなんでございますね。それで、今日の箇所ですね、この聖霊が与えられる、ちょうど6月このペンテコステ聖霊降臨の礼拝がですね、第2週にありますけれども、その前の箇所でございます。神様が私たちに聖霊を与えてくださる、弟子たちにとりましたら聖霊を受けるというこの前の段階のお話が今日の話です。で非常に大事なところですね。この聖霊を受けるということは復活されたイエス様の命令であるということが第一のポイントです。2番目、じゃあ聖霊が与えられるというのは何のために、いや私は別に、聖霊与えられなくても結構ですよと、それはやっぱりその目的がわからないからですね。聖霊が与えられる目的というのはイエス様の証人となるためです。
で3番目がじゃあ聖霊をが与えられるっていう時にもちろん信仰ですよね。信仰がなければ聖霊が与えられる、また聖霊に満たされるっていうことが、まあ、ないっていうか非常にこう弱くなるわけですね。でそのために私たちは信じるならばそれはこの祈り待ち望んでいく、ちょっとこう意識して祈る、集中して祈るっていうことがこの聖霊を待ち望む祈りだということが今日のお話で、そして3番目のポイントが今日の、まあ、あの結論になるわけです。まあ、この箇所っていうのはこの2番目がポイントの場合多いんですね。つまりあの8節の、ただ聖霊があなた方に下るときあなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであるって、この言葉が中心に聖句になることが非常に多いと思いますし、私も何回もこの箇所であの、まあ、メッセージを語ったんですけども、今日はこの14節の彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに心を合わせてひたすら祈りをしていた。特に心を合わせてひたすら祈りをしていたっていうこの御言葉が、このことが今日の、メッセージのもう核心部分、中心部分になるということなんであります。で、1番目のポイントですね。それはあの聖霊が与えられる、聖霊が受けるっていうのはこの復活されたイエス様の命令であるということです。ちょっと読んでみますと、一章の一節、テオピロよ、私は先に第一感を表してイエスが行いかつ教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けて後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。この3節までがこのルカによる福音書のことを言っているわけです。イエス様が昇天される前までのことをこの1節から3節に書いてるんですね。わかりますよね。第1巻というのはこれはルカの福音書のことであります。つまりイエス様の、まあ、誕生、イエス様の生涯、イエス様の十字架、そしてイエス様がよみがえられたですね。その栄光の体を持って目に見える形でよみがえられた、復活なさった、そして復活なさったそのイエス様がこの現れてくださった、現れてくださった。でこれが3節で言ってますよね。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国を語られた。特に復活されたイエス様が自分に会ってくれた、それも一回だけじゃなくてたびたびって書いてます。で会ってちょっとびっくりした、あ、イエス様よみがえったってびっくりしたのではなくて、中身が大事ですよね。じゃあイエス様会って何なさったの。もちろん一緒に食事もなさいましたけど、神の国のことを語られた、神の国のことを語られた。復活されたイエス様が永遠の神の国のことを語られた、罪からの救い主であり、そして死からよみがえられ、そしてその神の権威を持っているお方が神の国を語られたわけですよね。であるならばもう十分じゃないか、これ以上何が必要なのっていうふうに思えなくもないと思います。皆さんがこのイエス様の弟子のようにね、今申し上げたこうことをこう辿ってきた、弟子として辿ってきた、十字架もね知っている、
そして復活されたイエス様にもお出会いくださって、そこからイエス様がですね、神様の国、永遠の御国のことを語ってくれた。もう十分ですよね。これ以上の経験ってないんじゃないかなと思います。まあ、あるいは羨ましいですよね。特に復活されたイエス様が自分の目の前に現れてくださって語ってくださるというこのこと。そしたらもうある意味では、怖いもの知らずと言いましょうかね。少なくとも自分の信仰が揺らぐなんていうことは少なくともないんじゃないかと思います。ところがその後イエス様がこの蘇って、そして現れになった時に4節、そして食事を共にしている時彼らにお命じになった。ここに命令、イエス様の命令があるわけです。命令というのはそれは神様が私たちに必要だから与えてくださるんですね。必ず与えてくださるわけです。だから命令なんです。いや、わからないな、私はあなたに与えるかどうか、わかんないなっていうんじゃなくて、必ず絶対に与えるっていうのは命令なんですね。でもう一つは私たちの方ですね、命令っていう場合は私たちの方がやっぱそのことを受け取る。命令ですから、あ、そうですか、いや、受け取っても受け取らなくてもいいんですよね、いや違うんです、受け取らなければならないんですっていうことを理解して受け取っていくということなんですね。これが命令です。神様にとっても必修問題ですね。選択じゃないと、もう必修だと。で、私たちにとってみても いろいろある中の一つではなくて、絶対にいただかなきゃいけない。聖書の中でも選択問題ってあるんですね。例えば聖霊の賜物っていうのはある人は持ってる持ってない。そして教会もそうですよね。この地上にある教会もそれぞれ教会特色ありますから、やっぱあの教会にあるないっていう部分はあると思いますよね、活動の上ではね。そういう意味では選択っていうのは結構あるんですけども、でもここはそうではなく必修なんだということが分かります。イエス様のご命令である、それも最後、天に昇っていく前の最後の命令である。そしてその言葉を見るならば、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けるであろう。私が聞いていた父の約束、イエス様の命令であるとともに父なる神様の約束であると言ってますよね。そしてあなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。聖霊が与えられるというのは弟子たちも聞いていたわけです。ここで初めて聞きましたっていうわけではないですね。ヨハネの福音書を見るならば、聖霊というのはどういう方か、ということがイエス様は語っておりますので、初めてではないわけですね。もうすでにある意味では知っている。だけど最後イエス様がちょっと人間的な言い方をするならば、あえてそういう表現するならば、遺言のように間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるとイエス様が約束なさった、命令なさったということなんです。このことを私たちはしっかりと受け取っているだろうかということなんですね。イエス様を信じている人はイエス様の前命令を守らないということはあり得るんだろうかってことですよね。父なる神様を信じている人が父なる神様の約束、いやそんなの神様約束守ってくれないよって思うんだろうかってことですよね。ありえないわけでございます。そもそも私たちがこの、イエス・キリストを信じた、神様を信じたというのは、私たちは気がつかなかったんですけども、聖霊が先に働いてくださって、そして聖霊の助けによって
イエス様を信じている、神様を信じているっていう部分があるんですね。私たち日本は、あ、今聖霊が働いてくださってっていう意識は全然ないですね。だけど不思議なんだけど、本当に不思議なんだけど、まあいろんないきさつの中でイエス様に出会い、神様に出会った、その出会い方も不思議、またそういう自分のうちに起こった心の変化ですね、この心の変化の中に聖霊の感化ですね、聖霊の働きがあったとしかもう言いようがないということだと思うんですね。イエス様を罪と死からの救い主として信じている、そして特別なんかご利益がバンバンいっぱいあるわけではない、いやある時もあるかもしれませんが、普通に生活し、いや逆に辛いこと苦しいことがありながらも神の愛を感じているですね。これ不思議なことですよね。人間的にはちょっとないわけです。そして永遠の御国を信じている、そのことを目標として生きている。で、今申し上げたことが不思議なんだけど、ストンと心の内に落ちているっていうことなんですね。それも自然に落ちている。なんか信じ込まされたとか、あの人が、ね、しつこく言うからしょうがないなって信じているわけでもない。この自然さって何だろうか。イエス様の十字架から復活から2000年約経っていますね。そのような時間が経っている。そして、このパレスチナ、今のイスラエルのちょうど地球の裏側です。そして、日本ほとんど、まあ、あのクリスチャンが少ない、今でも少ないですね、 1% 以下ですから。そういう環境の中で私が素直にイエス様、神様を信じている、これを聖霊の働きと言わないでどうやって説明できるんだろうかということです。そうじゃないと人間的なものになりますと、単なる信仰は知識ですね、知識になる、あと感情になる。ですから信じる雰囲気作りをこうね、こうして、そしてその雰囲気に浸ってると、ああ信じたっていう経験、まあですね、あとは経験主義ですね。何かこう劇的なすごい宗教経験があったから信じる。もちろん今申し上げたようなことが含まれてるんです。含まれてるんです。でも私たちの信仰の核心部分は聖霊なんですね。聖霊が働いてくださっている。そして神様を、イエス様を人格的に信じている。理論的に信じているとか、またご利益があったから信じているとか、ね、信じたら得だから。うまいこといくから、まあまあ信じてますよっていう、なんかこの何ですかね、なんかこの素直じゃない信じ方じゃない、これはもう自分じゃないですよね。聖霊が働いてくださってということでございます。そういう中で私たちはイエス様を信じたわけですね。その中でこの5節言いますと、すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方はまもなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。まあ、このあたりを詳しくお話すると時間がないんですけども、あのヨハネは水でバプテスマを授けたかということは、これは 目に見える形のことを言うわけです。私は罪を犯しました、悔い改めます、そうですか、だったらヨハネのバプテスマのね、バプテスマを受けてください、そしてヨルダン川でこう浸るんですね。ですから、ね、罪を認めて悔い改める気持ちのない人はそんなこと絶対しないですよね。何バカバカしいな、水に入ってどうすんのって話ですから。でも私はね、罪人ですで自覚した人がそのことをするわけです。だからある意味は目に見えるわけですね。でこの聖霊のバプテスマ、聖霊によるバプテスマっていうのはある意味は目に見えないわけです。まあ霊的な信仰によって変えられる、聖霊を受けることによって、そして私たちが変えられるということを意味しているわけであります。もちろんさっき申し上げたように、私たちがこの信仰を持つ、もう最初から聖霊が働いてるんですけども、特に聖霊が強く働いてくださった、そして聖霊によって私たちの人生というか信仰生活がやっぱ転機的な、なんかこう
ダラ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 ってね、なんとなくダラダラダラって生きてるんじゃなくて、あの時から確かに変わった、いやどうして変わったの、それは本当に聖霊が私のうちに強く働いてくださって、そして聖霊によってこう作り変えられていったんですという、そういうことを伴って変わっていく。聖書の言葉で言うならば、キリストと共に死に、キリストと共に生きるという信仰ですね。死ぬ、生きるっていうのは一つの転機ですよね。静かに死ぬ人、劇的に死ぬ人、死ぬっていう一点では変わらないわけです。だから経験としては非常に、まあ、劇的な経験をする人もいますし、静かに御言葉にあってそのことを静かに信じる人もいますね。あと変えられることもそうですよね。生きるっていうのも人も、もう元気にピンピン生きてる人も非常にこうね、活動的な人もいますし、静かに生きてる人いますよね。これ違ってもいいんです。どっちにしてもキリストと共に死に、キリストと共に生きる、自分にとっては本当にこう聖霊に満たされた、聖霊によって自分が変えられた、そういう経験を持って、そういうことを持ってですね、自分自身が変わっていく、これがペンテコステの日に起こったわけですね。ペンテコステの日に起こった。じゃあペンテコステ1回だけ、あとはないよっていうんじゃなくて、やっぱり使徒行伝の中でその後も出てくるし、キリスト教史の歴史の中でもやはりそういう著しい聖霊の御業、神様の御業がこう働く時があるんですね。でその中に私たちが一緒にいる、そして自分自身も聖霊によって変えられていく、教会も聖霊によって変えられていくっていうことを、やっぱり私たちは経験していくっていうことは、これは素晴らしい財産っていうかですね、素晴らしいことなんですね。いや、聖霊なる神って三位一体の神ですよね。あ、そうですか、それは信じてるんです。よく分からない面もあるんですけど、ね、でも私はあまり、まあいいんですよ、聖霊、私は あまり関心ないんです、無関心なんです。聖霊について知る、いや別にあんまり知りたいと思いません。聖霊にお従いする、いやよく分からないので、まあまあ結構です。まあ一応はクリスチャンとしてやってきますけどね、そのつもりいますけどね。でも聖霊なる神に関してはあんまりっていうふうになっちゃうと、ということです。もうお分かりですよね。この、まあ、信仰と言えるかどうかは分かりませんが、このような思いに なるならば、私たちはどこかで本当に命ある信仰を失っていくわけです。これ誰でもそうです、私もそうですね。本当に聖霊に満たされる、聖霊に導かれるということを大事にしていかないと、大切にしていかないと、いつの間にかこんな本当に冷ややかな冷たい心になってしまうんですね。そしてその冷ややかな冷たい心が、自分でも何とかしようと思っても何とかできないわけです。私は思います。自分の心って自分で何とかなるか、ならないですよね。心理的にもならないですよね。何かあったらカッとしますしね、ちょっと何か機嫌悪ければ不適されちゃいますし、それだけじゃないですよね。信仰的にもそうですよね。何か行き詰まったら、ああもうやめやめ、もうね、もう信仰なんかやめようとかね教会行ったってもうろくなことないよとかね、こんなここまでひどくないけども、何かそんな気持ちになってズルズルズルですよね。そういう意味で私たちは本当にこう聖霊に満たされて新しくなっていく、どっからどっから、自分の心の内から新しくなっていく、魂の内側から新しくなっていくって、これがやはり聖霊に満たされるということでございます。で2番目は、この聖霊に満たされるっていうのは何が変わるかというと、私たちがこのイエス・キリストの証人になるということなんですね。それが中心、まあ、この箇所だと必ず中心聖句にする8節に出てきますね。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。一番最後、私の証人、イエス様の証人となる。その人を見てたら、まあ、イエス様が分かるってことですよね。証人なんだから、それも証人なんだから、証人の言葉っていうのはある意味では人生を左右するわけです。
つまり法律用語です。裁判でその人が証人となったな、その人の言葉で、ね、その、まあ、被告の人が、無罪になるのか有罪になるのか決定するわけですよね。私は見ました、私は確かに見ましたよ、あそうですか、だったらって話ですよね。これは証人です。ということは私たちの言動っていうのはイエス様をそのように表していくということですよね。まさに私たちの言動、生き様を見てイエス様がどういうお方かが見えてくるのが証人です。そうなりたいとは思いますか？いやいいですよ、それはもう結構ですもんな、イエス様の証人なんてと思いますかね。正直いかがですか？いやなりたいなって思っても今の自分見てたら逆だし、だったらならなくていいんですか？ですよね。いやあんた見てたらね、なんかイエス様なんか全然信じたいと思いませんよって言われたら、いやいや結構ですよそれはなんてね、開き直りますか？ちょっとがっかりしますよね。がっかりというか、何やってんだろう、いかがでしょうか。仮に人生うまくいっても、お金を儲けても、スイスイなんか自分の物事がうまくいったとしても、この一点がもし今申し上げたようなことであるならばですよね。その時にやはり、まあ、イエス様を信じている者として、やっぱりこういささかでも少しでもイエス様の証人になりたいと思いませんか？少しでも、ちょっとでも、その時にちょっとでもっていう時に、じゃあ頑張りますか、じゃあちょっとでもレベルアップしますか、やってごらんなさいって言われてちょっと頑張ったところで、もうたかが知れてるっていうのは、ちょっと人生ちょっとね長く生きるともう大体出てきますよね。もうたかが知れてるよですね。あ、じゃあもうやめやめ、そう、ここなんです。その時に私たちがやはり聖霊によってですね、あなた方は力を受けて、聖霊によってそのことがまあできる、させていただける。そしてそのために、まあ3番目のポイントである、やっぱり祈りですよね。こう祈りに向かっていくということが、まあ、起こるわけです。世の中でも何かの働きをする、何かの事業ですねをするときにも、やっぱり全ては人にかかっていると言われないでしょうか。皆さんもですね、いろいろ働きなさってて言われますよね。企画とかプロジェクトっていうのは結構できる、委員会もできる、でも最後は人ですよね、人作り、これが難しいっていうことですよね。どの分野でもそうですよね。学問でも芸術でもどこでも、企業でもそうだと思います、教会でも同じです。その時私たちが人作りっていう時に、なんか上からガンガンこう言われるとかなんとかって、もう嫌なっちゃう、私も嫌なんですよね。じゃあどうやって人が作られていくかっていうと、本当にこう聖霊によって作られていく、聖霊に満たされて作られていく。でそうじゃないと私たちはいつの間にか、この神様を信じているものなのに、まあ私であれば牧師であるのに、いつの間にか自己中心、独りよがり、傲慢、自慢話、そしてそういう中で気がつかないで神様の働きを邪魔することになる。それでいつの間にか神様のことは吹っ飛んでしまって、神様と言いながらなんか自分自分って、そして人の評価が気になるっていうふうに、正直言うと私なっちゃうんですね。なっちゃうんです。特にそれが強い、弱い人間なんですね。ですから本当にこう聖霊に導かれていなければ、聖霊に守っていただかなければ、またそういう時に聖霊に教えていただいて、誰も教えてくれませんからね。まあたまにはね言われますけども、でも聖霊によってね教えられて、あそうだ、傲慢だったなっていうね、こう思いながら、やっぱりこうまあ進んでいかなければと思うんですね。あともう一つは、証人っていうのは殉教者という意味があります。殉教者、やっぱり生涯かけて、命をかけて、本気になってっていう部分ですよね。
もちろん殉教の時に日本にもありましたし、韓国にも、ね、中国にもあります。今も殉教者が出てますけども、まあ、そういう実際拷問されるとか牢屋にぶち込まれるということは現在今日本にはないですね。平和で感謝ですけども、でもそんなことがなくても私たちがやっぱり、ね、今申し上げたように自分の命をかけて生涯かけてそして本気になってって、この部分は聖霊におらなければできないですよね。自分の頑張りでもできないし、人から言われたって嫌だしなこと言わないでくださいなんて私すぐ言いたくなりますよね。やっぱり聖霊によって、聖霊の力によって私たちはその本当に内側からね、そのような命の部分が出てくる。そして使徒行伝、また皆さんと一緒にこれから礼拝で学んできますけども、苦難と迫害の連続ですよね。苦難と迫害の連続です。普通であればもうやめた方がいい、イエス様が神である、イエス様は主であるというようなことを言わない方がマシだ。だってその一言言ったがゆえに、ね、パウロもそうですし、ね、捉えられるわけですね。その一言言わなきゃいいんですよね。あとはまあほとぼり冷めた時に、まあね、出てきたらいいわけですよ、ね、もしそうであるならばキリスト教会は消滅していたですね。亡くなってた。で消滅して亡くなってしまって当然なのに、なんでその当時の世界の中心であるローマにまで行くことができたのか。これが聖霊の働きですよね。聖霊によって、ですから私たちの信仰生活が困難やいろんな問題、いろんな矛盾、まあ、嫌になっちゃうことあると思いますね、現実の生活の中では。でそういう中で、ああもう信仰なんて持ったってしょうがないよ、もううまく上手にやっていけばっていうね、そういう中で私たちは本当にこう信仰を守り通していく、そして地の塩、世の光として、そういう中で本当にキリスト者として生きていくっていうのは聖霊によらなければ絶対にできない、もう絶対にできないと私は、まあ、私は言い切ります。私の経験でそうですね。お前やってみろなんて言ってできない、もう無理無理とかですね、今でもできないと思うんですね私は。でもそういう中でなんとかこう神様の憐れみと恵みによって生かされてきた信仰生活を守らせていただいた、また牧師として本当にね、もう本当にふつつかな足らないご奉仕をようやくできたっていうのはもう皆さんのお祈りとともに、もう聖霊の助けがなければもうとっくにもうお手上げだったということをもう正直に言わざるを得ません。そういう中で私もそうですけど、皆さんもやっぱりこの3番目のポイントですね、聖霊を待ち望む祈り。なんかちらっとお祈りするじゃないんですよね。最初に申し上げたようにちょっと意識して集中して、そして神様本当に私に聖霊を満たしてください、すでに聖霊の感化によってですね、私はイエス様を信じ神様を信じています、これは感謝しています。でも本当にですね、あのペンテコステの日のように私を本当に聖霊に満たして、聖霊によって新しくしてくださいっていうこの祈りですよね。なぜそんなお祈りをするのでしょうか。それは私たちにとって必要だからでございます。イエス様はエルサレムから離れないでって、ね、言ってますよね、4節に。皆さんエルサレムって何でしょうか。当然それはエルサレム、イエス様にとりましては十字架、あのゴルゴダの丘、エルサレムの郊外ですよね。復活、あのオリブ山から復活、ごめんなさい、墓からごめんなさいね、墓からあの蘇った、そして40日間ね弟子たちに現れた、そして昇天もオリブ山から昇天なさってますね。ですからエルサレムを中心としてイエス様が十字架復活昇天、そしてこの、その後のこの再臨の約束の確認をしたわけです。でこれはそうですね、ですからイエス様にとって大事な箇所であるということと、もう一つはエルサレムは弟子たちにとっては逆なんです。挫折の箇所、失敗の箇所です。ペテロが3度知らないと言った、あと今後
エルサレムにとどまるということは、それは苦難と迫害の待っている場所なんです。だから私たちが本当に聖霊が必要だっていうのは、現実の生々しい信仰生活できたらちょっと避けたい、もうちょっと離れたい、もうちょっと考えるだけでもちょっと嫌になっちゃうなっていうような、その生々しい現実、弟子たちにとってはそうですよね。そこにこのイエス様の御業がなされていく、それがエルサレムです。だからある意味では逃げないんですよね。逃げない。信仰を持つということは、私たちは逃避でもないし、また何かから課題からなんか逃げるわけでもない、まさに向かっていくわけです。少なくとも向き合うわけですよね。少なくとも向き合うわけです。まあ向かっていくまでね、できるかどうかどうか、少なくとも向き合うですね。そのやはりこう力というのは、やはり聖霊によらなければできない。そしてその時にイエス様がエルサレムから離れないで、私たちは自分自身の弱さ無力さを覚えます。そして振り返ってみるのは挫折失敗、そして自分自身も恥ずかしい思いがあります。信仰的にも恥ずかしいです。でもそういう中で、それでいいんだ、所詮そんなもんだというのではなくて、主よどうぞ聖霊に満たしてください、聖霊によって私を新しくしてくださいと祈りませんか。それがこの聖霊を待ち望む祈りなんです。14節。そしてこの時にですね、その数が15節で出てますね。その頃120人ばかりの人々がとありますね。120人の人が集まってる。コリント人への手紙の15章を見るならば、500人の人にイエス様が現れたと書いてます。せっかく復活されたイエス様が目の前に現れた、もうとんでもないことですね。びっくりするようなことですよね。なのにその中で全員残ったんじゃなくて、120人ばかりしか残らなかったですね。つまりどういうことかというと、私たちは信仰が変わるっていうのは、なんかすごいことを経験した、びっくりするような経験した、なんか 目が覚めるようなことを経験したら自分の信仰が変わるか。ノーです、ノーです。そうやって変わっていくこともあるんですけど、私たちは祈りによって、本当に聖霊に満たされて、そして祈りによって私たち自身が変えられていく、そしてイエス様の証人として私たちが整えられていく。聖霊を待ち望む祈り以外にないんです。ここが私たちのやはり信仰生活の一番大事な部分になる。で、こっから使徒行伝が始まっている、こっから神のビジョンが始まっているということでございます。お祈りいたします。心を合わせてひたすら祈りをしていた。イエス様の命令であり、神の約束である聖霊を神様が与えてくださることを感謝します。そして聖霊はこのイエス様の証人となるために、神様の力、聖霊の力が与えられるということです。私たちはこの信仰生活の中でイエス様の証人に少しでもなりたいと願っております。自分ではできません。そしてあなたはその待ち望む聖霊を、待ち望む者に聖霊を与えてくださることを信じます。どうか聖霊によって私たちが作り変えられ、整えられていくことができるように私たちはお祈りいたしますので、神様どうぞあなたがそのことを私たちになしてくださり、また横浜教会も聖霊に満たされた教会として整えられていくことができるように、そして神様からのビジョンを持ってこの難しい困難な時代の中に使徒行伝の教会のように進んでいくことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。